ナズ。どこ行くかな。よし、ここだ。来たな。待ってたぜ、ナズ。勝負だ、ギルダーズ。まあ、そんなに焦るな。戦う前に少し話をしよう。覚えてるか、俺たちにとっちゃ1年ちょっと前だが、あの時の S 級昇格試験で戦った時のことを。そりゃ覚えてるさ。俺はお前に手も足も出なかった。その時、戦いの後、俺がお前に話したことは覚えてるか。参りました。見事勇気を持って立ち向かうことを俺は咎めたりしない。しかし抜いた剣を鞘に収める勇気を持つ者はことのほか少ない。恐怖は悪ではない。それは己の弱さを知るということだ。弱さを知れば人は強くも優しくもなれる。ああ覚えてる。俺はあの時初めて勝てないって思ったんだ。今はどうだ。俺のことが怖いか。正直怖い。でもな、これは乗り越えなくちゃならねえ怖さだ。あの時は手も足も出なかったかもしれねえ。でも俺は強くなった。勝ってそれを証明してやる。燃えてきたぞ。いい目だ。それじゃ始めようぜ、ナズ。俺を乗り越えてみせろ、ナズ。行くぞ、ギルダーズ。カリューのゴール。見せてみろ、お前らの力を。炎竜王の砲剣。これがアクノロギアを倒す
できるようになったな、夏。勝った、勝ったぞ。俺がギルダーズに勝った。よっしゃ。負けちまったが、俺がここまでやられるなんて思わなかったぜ。見たか、これが俺の修行の成果だ。これで俺がフェアリーテールで一番強い。おい夏、どうした。寝てやがる。ぶっ倒れるまで力を出し切ったってことだ。ったく無茶しやがって。ここに置いて帰るわけにもいかねえか。ゆっくりセット。あいててて、て怪我人には辛いな。こりゃいつの間にか随分重くなりやがって。強くなったな夏。次は。